ちゃんの話いいんじゃない。前回の放送が果物屋さんに行きましたという話をしたんですよね。そうでした。で、今の季節これから美味しくなる果物がいっぱいありますよっていう話で、桃とかね、はい、梨とか、さくらんぼ、うん、そしてマンゴーですね。ました。この辺りがもう非常に美味しくなりますよって話をいたしました、ああ、そしてマンゴーをお二方にプレゼントいたしましたね。そうでしたね。フルーツファミリーというですね、千鳥橋にある果物屋さんの社長さんの荒山さんが送ってくださるというんで、ありがとうございますというのでお願いをしておりました。はいはい、二人の方が当選いたしました、ね、大変おめでたいという話で盛り上がったんですけど、ほうほう、荒山さんうっかりしておりまして、どういうこと、お一人2個のマンゴーが届きますと言ったんですが、は1個だけ送ったそうで、それぞれのお宅に、あ、間違えて、あら、でそのことに今日かな多分気がついて、あれ、今日送ったそうです。あ、そうですか、はい、なので別々に1個ずつ届くと思います。要するにでも時間差で来るということは、はい、それはそれでラッキーなんですか。ある意味ラッキーですよね。ねえ、新鮮なのがまた再びやってくると、これ新たなこうプレゼント方法ですよね。なんかすごいいい発想だなと思いますよね。でも本当そうですよね。ね、うん、いい発想だなっていうのは季節して2つの意味合いが出てしまいましたけど、まあまあそうだ、はい、いい発想だなと思いますよね。発想と発想をかけて、そうそうそう、あ、そんな解説いらんか。その頃その時にね、あの私喋ってたあのブドウがね、うん、あ、美味しいよって話してて、でしたね、新しいのがいろいろ、長野パープルっていうのがこれから特に注目ですよっていう話しておりましたら、はい、私さっきお昼ご飯食べにね、うん、ちょっと中崎町じゃないや、中津の駅のあたり歩いてたんですけど、はい、そしたらあのミニストップがあるんですよ、コンビニの、うんうん、そのミニストップの前に長野パープルって書いた、あれ、垂れ幕みたいなのがあって、垂れ幕、上りが長野パープルっていっぱいあって すごいな。でミニストップというコンビニはあそこはね、うん、ソフトクリームが美味しいんですね。コンビニでソフトクリーム食べられるっていう珍しい形なんですよ ね。それ一つ売りになってる、ね、しかもミニストップ そのソフトクリームって季節によって味が変わるんですよ、いろいろ。でそれが今月なのか今年なのか分からないけど長野パープル味なんですよ。へえ、ぶどう味じゃなくて長野パープル味のソフトクリーム、思いっきりこれやっぱりこれは気になりますよね。それはトレンディーなんだね、それほど長野パープルは。ただお腹いっぱい私はうどんを食べてしまっていたので結局買わずに帰ってきましたけども。あら、そうなの、私たちのお土産でもよかったのよ。ソフトクリーム両手に持って私もなんで MBS まで歩いてくるとか溶けちゃいます。そんなサービスエリアじゃないんですから。ダメだな、ダメだな。自分で買ってくださいそれはね。という、まあ、長野パープルがまたね注目を、やっぱりこの番組の影響なんでしょうね多分ね、うん、やっぱりそうか、やっぱりこの番組で取り上げるとどうしてもこう影響、あ、でも先週でしょあれ、先週上りつくのでどれくらいでかかったのかな、まあ、それはもう大急ぎで作ったんじゃないですか、そこはね多分、特貫工事でそれはやったんだと思いますけどもね。そうしとこう、やっぱこう影響、この番組影響力ありますよ結構あると思います、うん、その前家電の話したでしょ、はい、サーキュレーターがいいよって話いっぱいしたじゃないですか、はい、しましたね、うん、私あの話した次の日ぐらいかなに、ヨドバシカメラに行ってサーキュレーター買ったんですけど、うん、ずっそう数の人来てましたよ、まあ正直言って、うん、私も買ってしまいました。あ、そうでしょ、私ヤマゼン買っちゃいました、ね、あ、ヤマゼンの、あ、そうですか、はいはい、私アイリス大山だったかな、はい、買いました、もう人多かった、確かに、うん、多分だからサーキュレーター番組の影響なんだろうなと思って、うん、確かにね、サーキュレーターあんなに普段は多分 ね売れるもんじゃないと思うから、すごかったですよ ね前向きに捉える人だ ね、 こうね、世の中に影響を与え続けていくというのはこれは大事なことですから、番組とかね、うん、そういう意味では今日も皆さんにちょっと新たな扉を開きたいなというふうに思ってるところあるんですけども、うん、今日は何、以前この番組でね、あの蛇腹だけを作り続けている会社があるよって話をしたと思うんですよ。はいはい、蛇腹な、はい、蛇腹という会社、いろんなところに蛇腹ね、そのものズバリ蛇腹という名前の会社があるんだよ。そうだそうだ、あの飛行機のね、新幹線とか飛行機のタラップっていうの、そう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 、あれのこうね、上のホロみたいなやつとかね、ああいうのを作ってるよっていう話をしたじゃないですか、はい、でその蛇腹の会社がツイッターのアカウントを持ってるんですよ。でそのツイッターのアカウントがあるもんで、私たちもそれをフォローしてるんですけど、その蛇腹の人たちがですね、今あのすごいいいねをしてるんです。いいねってわかりますよね、なんかハートマークのボタンみたいなの押すんです、うん、いいね、そうそう、いいねいいねって、そんなにいいなと思ってなくてもとりあえずいいねって押すやつあるんですよね、そういう子はね。なんかお付き合いで押すいいねとかね、そういう場合もある、ありますよね、本当にいいなと思ったらリツイートしますからね、その手前のいいねっていうのはなんか、リツイート少ないよね、なんか仲良くしましょうねこれからみたいな意味合いのいいね、ご挨拶みたいなもんですよね。そんななんか初中見舞いみたいな意味合いですよね。でもいいんじゃない、いいねしてくれ、いいねしてくれない人もいるから、ありますよね、そういういいね、あのそれを稼ぎ合ってるんですね、みんなね、だからみんなだから初中見舞いの枚数を数えてるのもんですよね、いいねの数が多いみたいなのね。でそのいいねがあるんですけど、この蛇腹がいいねを一生懸命押してる
んですよ、また。でいろんなこう同業といいますか、同じような会社の皆さんとやり取りとか、いわゆる公式というやつですね、これのこうやり取り、ね、MBS アナウンサー室もやっぱ公式っていうのは持ってますから、ありますよ、ありますよ、公式っていうのは面白いですよね、なんかね、中の人があんまよく見えないから、その人のこうやり取りっていうのが面白かったりするんですけど、その蛇腹の人がですね、木山金属プレス工業所という会社のアカウントにいいねしてるのが私たちのところにこう回ってきたんですよ。でこの木山金属プレス工業所っていう、まあなんか、なんていうんですか、木山って黄色い山って書くんですけど、あ、黄色なの？そう、イエローマウンテンの木山なんですけど、木山金属プレス工業所って、まあ、例えばですよ、街中で看板出てたとしても、まあ、なんとなく見飛ばすというか読み飛ばすというか、そんなに注目せずに私は生きてきてしまったんですよ。いや、私もそうだな、プレスにやっぱり興味を持たずに生きてきてしまった、ね、確かに普段プレスのこと意識してないですよね。いや、みんなしてないと思うよ、うん、で自分にプレスなんて関係ないよってみんな思ってますよね。関係ないんじゃない、うん、それってやっぱり蛇腹の時と同じなんですよね。え、じゃあ私は蛇腹と無縁ですと思ってても意外とお世話になってたように、実は私たちはプレスにすごくお世話になってるんだということをですね、私は昨日すごく感じたということをお伝えしたいなと思ってるんですけどね。プレス、うん、プレス、そもそも金属加工に関岡さんどれぐらい興味がありますか？どれぐらいも何 も全然興味ごめんこんなこと言ってごめんね興味ないですよ。興味を持たずに生きてきましたね。全く。金属加工の種類ってどれぐらい言えますか？金属何の種類？金属加工の種類ってどれぐらい言えますか？どういうこと、何、どういうものが金属加工の世界にあるかっていう、何だろう、あの道のあのところになんか鉄の板みたいな、うん、あるじゃない、うん、ああいう分野一つは何ですかそれ、よくわかんない全然わかんないならわかんないってまずはっきり言ってもいいですね。わかんないですよ、私もわかんなかった、全くわかんない。金属加工もいろいろ、金属加工ってなんかざっくり言ってますけども、金属加工にもそれはもちろんいろいろね、溶なんていうんですか、溶かして糸化してそれをこう、うん、型に入れて作るとかっていうのもありますけれども、鉄板、鋼板、金属の板ね、わかります、金属の板、金属の板、この金属の板を加工するお仕事の人たちってのはいっぱいいるんですよ、うん、でそういう人たちは結構ラジオ聞いてたりするんですよ。じゃあ今も聞いてくださってる、聞いてる可能性あります。 あとはもう営業者で回ってる可能性もあります。でこの金属加工っていうのにはいろいろ種類がありまして、さっき言った通りプレスですね。プレスっていうのは強い力をかけてその金属の板の形を変える、はい、要するにはペターンと板にしちゃうとか、それもプレスでしょ。板にはなってる、あ、もうそもそもなってる、板にはもうなってて、それはまたちょっと鉄板の作り方になってくるんで、今度はまたもう一個手前の話になる。これはまた違うんだ。だ神戸製鉄かなとかに行くと、多分そういう神戸製鋼か、神戸製鋼とかに行くとそういう話が聞けると思いますけれども、そっから先か、その鉄板ができましたよ、じゃあ鉄板買ってきますと、はい、でこの鉄板をこういろいろ加工、切ったり貼ったりして、こういろんなものが出来上がっていくわけじゃないですか。ね、船だって飛行機だって電車だってそういうのもそうでしょ、きっと。そうか、ね、使われてる ね、金属をくっつけてこう作ってるわけでしょ、うん、板にしたやつを切って貼ってしてるわけですよ、はいはい、じゃあそれにはどういうものがあるかというと、さっき言ったプレスで折り曲げたりとか、なんか丸く曲げてみたりとかするこのプレスですよね、うんうん、とかこうボコッてこうへっこんだようにするとか、はい、レコボコ作る。であとはそのままプレスした結果こうバチンと向こうまで抜き切るというこの穴を開けるお仕事もあるわけですよね。金属の板に、金属の板にそうそうありますね。あとはちょっと溶かしてくっつける溶接、溶接いったらのり付けするみたいなね、うんうんうん、あとは型工と言いまして、うん、型ですね、形の型ですね、はい、で鋼板の鋼という字を書くんですね、はい、鋼鉄の鋼という字を書いて、はい、型工というらしいんですけども、これは切断をするという、切り取るということですね。あとは切削といって削り取るっていうお仕事もありますね。あとは磨く研磨というお仕事もありますね。切削に研磨、はい、こういうまあ金属加工っていろんなお仕事があるんですよ。でそういうこうなんていうのかな、工場みたいなのがまあ日本中至る所にあるんですけれども、これがギュッて集まってる町がありまして、はい、それが大阪の九条というところですね。へえ、はい、あんまり知らなかったでしょ、うん、九条にそんなの、知らなかった。実はね、大阪の九条という駅、まあだからあれは中央線になるんですかね、地下鉄 ね、九条メトロの中央線ですね、中央線やね、あの地下鉄なのに何か知らないけど高いところを走るというあの中央線ですよね。海遊館とかに行くときに乗るやつですね、はい、うん、あの中央線の九条駅降りてしばらく歩きますとね、でっかい蒸気機関車のね本物が置いてあるんですよ。
蒸気機関車が置いてあるの？本物が置いてある。本物が会社があるんです。でその会社の角を曲がると、はい、もうそこからもう町工場だらけなんですよ。これ全部へほとんど町工場なんですよ。あそうなんかほんと何は金融道のなんかワンシーンとか撮れそうなぐらいにもういったありとあらゆる金属加工の会社がもうそこに集まってるんですよ。そうなんだ。なんとなく町工場の町って言ったら東大阪のイメージですよね。いやまあそっちがまずはね私たちのイメージで言うと、うんま、ずそう大阪で町工場でうと技術力下町ロケットみたいな世界観で言うと、うん、これはもう東大阪のイメージですけれども、はい、舞い上がれとかそうそう舞い上がれって言ってるのあれ東大阪で舞い上がってるんだよ。マインちゃんはそうですよね。あの子はずっと東大阪で舞い上がった結果も今何も舞い上がってない状態なわけですよね。今は高知で植物の採集をしてるわけですよね。神木隆之介君がね、はいはい、もう関係ないですけど、はい、でこう舞い上がってましたね東大阪は。でこれやっぱり東大阪の町工場ってイメージがあるんですけど、うん、東大阪の町工場は何をやってるかっていうと精密機械を作ってるんですよ。へシャープとかパナソニックの技術を支えるために言ったらそういう発注を受けて物を作る人たちが集まってきたのが東大阪なので部品とかそういうイメージそう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 、うん、精密機械ですよね。だから家電なんかもそうですよね、はい、なんですけど九条はですね、はい、近くに港がありますわね。ほうで、はい、ありますよ ねで川も流れてますね、はい、ですからこういろんなものを運搬するのに非常に長けてですね、で近くには船もこう止まったりするので船の修繕をしたりもしますわね。なのでこう言ったら船を作る造船のエリアがちょっとあるわけですよ。でそれもうちょっとこのなんていうかな陸の方、はいね、入ってくると、うん、今度はその、ま、造船なんかと近い分厚い鉄の板とか金属の板を折り曲げたりねじ曲げたり切り取ったりくっつけたりして大きな何かを作るというまあ、言ったら精密機械の逆ですよね、うん、大型の金属加工の町工場が九条にはものすごくいっぱいあるんです。だから得意分野がちょっと違うんですよ。なるほど、うん、今ので分かったよく、ねうん、こ意外と知らないですよね。全く知らなかった。これはねだから、ね、九条の人たちは結構ね特に木山金属プレス工業所の社長は、うん、とかね専務なんかはねちょっとね木山さんはうんと思ったわけです。いやそれは悔しいでしょ。悔しい。だって東大阪市があんだけのなんで九条はってなるじゃない。なんとなくこうねこうちっちゃいこう細かいテレビ映える分かりやすく映えるのはどっちかというと確かに精密機械の方ですよね。なんかこんなことができるようになりましたとか、まあね、眼鏡をかけたら人の体温が分かるようになりますみたい なんかそういう世界観じゃないですけど、うん、だけどこの九条の方は金属を切って貼って見たら折り紙みたいにね金属の折り紙みたいにこう切り抜いてでこれ折り曲げてはいできました、看板ですとか、これは柱ですとか、うん、そういうことになるわけですよ。そうか、マンションのこの下を支える部分ですとかってなるわけですよ。だからさ見えてないというかそう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 、そういう部分の大きなものなんだな、うん、高速道路の橋脚の周りを覆う板ですとかそういうのを作る。そうか、これはちょっとなかなかね映えるかって言われると難しいです。難しいな。確かにそこに九条って書いておいてくれても分かるかな。でも九条って書いてないんですよ。書かないのがやっぱ職人さんのかっこよさ、まあ、そりゃそうだわな、うん、だこのあたりがその九条 この町工場の皆さんが、まあ、別に そんなに深く悩んでるわけじゃないんですけれども言ったら若手の人たちに注目してもらったりしないとどんどんね確かに新しい人も入ってもらわなきゃいけないから、そう採用という意味ではね、でそういう意味ではこうちょっとね東大阪にみんな行っちゃうわけですよ。理系で勉強してた子たちが それはやっぱ悔しいって思いがあるみたいでね。でこの木山金属プレス工業所は何が得意かと言いますと、はい、曲げる会社なんです。曲げの会社。曲げ、はい、木山金属プレス工業所の SNS を開きますとなんかこうかっこいい写真が出てきましてね、そこにねうちにしかできない曲げがあるって書いてあるんですよ。へうちにしか曲げられないうちにしかできない曲げがあるですよ。ちょっとね何言ってるかよく分かんないですよね。まあ確かに鉄板曲げるのってそんなまあそれは硬いから難しいだろうけど、うん、その機械使ったら曲がんじゃないのっていう、まあ、確かにねそういうものがあるんでしょ専門のね。なんか知んないけどその大きい機械の中にその板入れたら勝手にグニャーって曲がってでねなんかパチパチパチってなんか曲がって出てくんじゃないのって思っちゃうじゃないですか私たちは。ところがこの曲げ金属を曲げるこの曲げ加工っていうのは、うん、未だにやっぱり職人技じゃないとできないんですって。曲げるっていうのは難しいんです。自動化ができないんですって。あそうなの、うん、でこれなんでかというとねいろいろ理由はあるんですけど、うん、まずはそのほとんど特注なんです。大量生産しないんですよ。あだってそんなでっかい金属 その曲げたものって、うん
いっぱいはいらないでしょう。確かに、ね、一パーツじゃないですか。建物を作るにしたって船作るにしたって、うん、この部分のこの曲げが1個欲しいから図面を引いたものを発注受けて曲げるわけでしょう。でじゃあ明日もう1枚それ同じものくださいとはこれならんわけですよ。なんか、はい、そこができましたから、はい、OK ってなもんですよ。あまり同じ企画みたいなもんはないんだ。ないみたいですね。それそれ、うん、だからもう本当に1個作ったらもうそれでおしまいなので、自動化しようと思ったらコストかかりますよね。確かに、うん、当然だから人の手で曲げないとダメなんですよ。でもそれ人の手でったらものすごい地道じゃない？地道、これがね、ただねやっぱりそれはもちろんトン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 叩きながら曲げるわけじゃないですよ、うん、プレス機ってのがあるんですよ、はあはあ、このね日本で唯一の500トンプレス機クランク式昭和53年製ってのがあるんですよこれめちゃくちゃでっかいんですけど、この500トンプレス機っていうのは幅がね、あれどれぐらいかな、10メーターぐらいありましたよね。10メーターぐらいあるの、横幅10メーターぐらいある、うん、もっとあるかな、うん、10メーターぐらいありましたねあれね。で高さも同じぐらいあったかな、うんうん、建物の2階、そうですね、うん、2階、体育館がの天井にまあつかないけどぐらいの感じ。あ、そんなに大きいの、うん、ものすごく大きい、ものすごく大きいプレス機があるんです。500トンで、今クランク式って私言いましたけど、言いました、ね、クランク式、このプレス機ってね、いろんな会社がまあ作ってはいるんですよ。まあ言ったら皆さん聞いたことあると思う、小松っていう会社、小松製なんか聞きますね、小松とか浜田とかいう会社があるんですけど、こういう会社が作ってるプレス機ってなるんですけど、はい、これはね今油圧で動くんですよ。油圧ってわかりますね、油の圧力の圧とか、うん、油圧が何なのかっていうのは私もよく分かってないんですけれども、皆さん各自ウィキペディアで調べていただきたいですね。油圧っていうので、うん、まあ、動いてるんです。動いてる、油圧で力をかけて曲げるんです、はい、そうですね。だけどこの500トンのプレス機はクランク式といいまして、うん、歯車で動くんですよ。歯車で電気のモーターを回して、うん、でそのモーターで回った歯車がガチャ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 ってこう組み合わさって、こう力をグーってかけることで厚さが何センチもあるような鉄板をぐにゃって曲げる。へー、歯車、歯車を噛み合わせて、噛み合わせてやるんだ。そうそうそう。でこのぐにゃって曲げるんですけど、言ったら鉄板でその船とか建物とかそういうものに使われるもんだから、うん、長さで言ったらもうね、5、6メーターとか7メーターとか8メーターとかある、もう大きい金属の板ですよ、うん、はい、でこれをねクランプみたいな、このね UFO キャッチャーの爪のでっかいやつみたいなのを挟んで空中に浮かせて、クレーンみたいにするわけで、これを浮かして、うん、でそれをですね、このプレス機というやつに挟むんですけど、うん、プレス機はですね、言ったらこうガチャガチャガチャってこう歯車が回る部分がこう大きくあるんです。でその横のところにですね、はい、まあ、なんかでっかい板みたいなのがついてるんですよ、うん、でっかい板、中華料理の包丁みたいなものをイメージしてもらったらいいんですけど、はい、で四角い板が、それのむちゃくちゃでっかいやつね、それの横幅10メートルぐらいあるやつですよ、うん、で中華料理 の包丁で切るときも、あの長い板を縦にズンと下に置くとチンゲンサイが半分にこうバサッと割れるわけでしょ。はいはい、綺麗に ね、はいはい、だここあれチンゲンサイだからこう切れるわけですけど、サクッとな、こういったこうこの上から下にグッと押す力でもってこれ切るわけですよ、はい、ね、まあ、切ったり折ったりするわけですよ、はい、でた金属の板もそれと同じように、このでっかいでっかいこの金属の板を上から下に向かって力をかけます。でその下のところにですね、なんか溝を切るんですよ、ちょっと溝を切る、溝をねこう下にへこますようにして溝を切る金型ってのを置くんですよ、うん、イメージで言うとなんだろうな、あれはねなんだろうな、細長いね金属の、まあ、板だ、板たちが棒だったりするんですけど、はい、その側面のところがへこんでるんですよ、わかります？パンってこれじゃ断面を見ると、うん、なんこれ何つってるのかな、この星型の逆みたいな、こうへこんでるんですよ、うん、こうへっこんでるとこ、くぼんでる感じが、四角い柱あるじゃないですか、はい、四角い柱の辺一辺のところが、一つの辺のところが真ん中にこう深くへこんでるって状態、わかります？うん、分かったよな、分かんない、逆かまぼこ型っていうのかな、あー、はい、うん、分かりました、やっと分かりましたね、はい、逆かまぼこ型になって、でも一旦へこんでる、うん、へこんでるわけね、へこんでる、はい、の長いこの柱みたいなものです、鉄の柱、そうそう鉄の柱みたいなものを横に置くんです、うん、で言ったらこう逆かまぼこ板でこの溝がこう切ってあるところに、上からそのでっかい中華包丁の板みたいなのがぐーっと入ってきますね、はい、でこの隙間のところに板を挟みます、うん、でそこに力をかけるんですよ、そうすると曲がるでしょ、曲がる、
へこんだところに上から板をずっと下げていくと、その間に挟んだ鉄板というのは曲がりますね、うん、曲がるわ、はい、これで曲げ加工っていうのをやるんですけど、へその時ってさ、うん、鉄って硬いもんじゃないですか、はいはいはい、それがそんな上からの圧だけで切れるの、切る場合もあるけど、へこむの、へこむっていうかね、曲がる、斜めに曲がるの、曲がるの、曲がるの、それで曲がるの、熱加えなくても、熱加えなくて曲がる、曲がるんだ、曲がるのじゃない、曲げるの、曲げるの、そう、もうその技術でもって曲げるの、へ上からギュッ、だからへこんだところに平らなものを置いて上からギュッてやったら、そう、上に曲がるでしょ、曲がるけど鉄自体が硬いから、うん、そういう風にあパキンっていっちゃうんじゃないかと、パキンっていっちゃうんじゃないかなとも思うし、うんうん、それほどの圧ってすごい圧だなと思う、ね、そうなんです、だからむちゃくちゃ分厚いアルミホイルだと思ったらいいんですよ、うん、アルミホイルが鉄板の模型だと思ったらいいんですよ、逆に言うとね、はいはいはい、だからそれあれって簡単に曲がるじゃないですか、曲がる曲がる、それと同じようなことを実は鉄板に対しても施すわけです、でっかいものを作るときっていうのは、うん、でこれがすごいのはですね、こう言ったらこの、ね、500トンのプレス機ね、うん、これボタン一つで動かすんですけど、はい、このボタン一つで上から下に今度でっかい板が降りてくるんですけど、これ職人さんが2人で動かすんですよ、で向こうとこっちね、はい、でっかい鉄板を持ってこう挟むじゃないですか、でこっち反対側のところに座ってる、まあ、なんか兄貴分みたいな人がいて、はいはい、これボタンをこう押すんですよ、はい、そうすると上の板がぐーっと降りてくる、はい、でちょうどあ90度に曲げようと思ったら、うん、あ90度ぐらいだなと思ったところでこのボタンの手を離す、はあ、そうするとこの板が上にまた上がっていって、はい、でここになんていうかな、出来上がった、ここ L 字のほらよくあるでしょ、はい、あの差し金みたいなのあるじゃないですか、うん、あれをこう当てて、はい、90度になってますかね、あもうちょっとだねとかって言って、こうもう一回ボタンを押すとまたガーッと降りていって、ジャジャンとってまた上がっていって、でこうちょっとだけ曲げて、あいけたいけた、あの もうちょっとかな、真ん中の方がちょっとたわんでるなみたいなところでいくと、今度は下の金型のところになんかいろいろこう細工をして、よりここに圧力がかかるようにしてっていうのを本当人力でやってるんですよ、あそこは、うん、そこはチェックしていくわけ、そこそれが大事なんだね、うん、一枚一枚この鉄板を曲げるっていうのは後戻りができないんですって、あそう、あ失敗したからもうちょっと戻そうかみたいなことはできない、できない、正式な形に切り取った、まあ言ったらこうね、折り紙でイメージしてもらうのが一番簡単ですけど、綺麗、はいはい、うん、な形に切りました、はい、でこれを折り曲げてのりしろを作ります、うん、ってなった時に、うん、このじゃあのりしろの部分を紙だったら、あ曲げすぎちゃった、ちょっと戻そう、できるでしょ、できる、ね、これができないんですよ、はあ、だからもうずっとその職人さんたちはここをじっと見ながら、このぐらいかな、このぐらいかなっていうのをやりながらボタンを押すんです、すごい、そこが地道ですよね、そこすっごく難しいらしい、相当ね、うん、技術いるだろうし、相当この部分が技術で難しいので、これが得意なこの木山金属プレス工業所というところ、これを自慢にしてるわけです、うん、それはでもある 腕と、うん、あとその何経験、うん、それがすごく物言いそうですね、そうですね、だから早い人で一人前になるのに5年かかるっておっしゃってましたね、少なくて、うん、まあ、10年でようやく一人前になるかなっていう感じだと言ってました、うん、で別にそのこれは実地で覚えるしかないので、先輩たちにこう教えてもらいながら、だから失敗することもあるわけよ、たくさん失敗することもあるんですって、あのね、まあ、これ皆さん覚えておいたらいいですけど、あの SS400 っていう鉄板は曲げやすいらしいです、うん、もしあの鉄板曲げることあったら、これ何の鉄板かなって見ても、 SS400 はね割ともうほんとすぐ曲げられるっていう、あそうなんですか、はいおっしゃってました、了解、はい、実規格の SS400 というのがあります、ね、これはもうすぐ曲がるっておっしゃってました、簡単、ところがですねこれね、ステンレスのね SAS304 とかですね、はい、タイマモーのやつとかですね、はい、あと耐熱のステンレスですね、耐熱厳しいんだ、はい、あと 310S ですね、このあたりはもう曲げるの大変だってましたね、 310S、はい、310S はね、あの鋼材として 金額が高いんですよ、はー、だから失敗しちゃダメだという、えらいこっちゃ、そう、これ一回失敗したらもう会社大損害を与えるから、だからもうやるときはそう曲げるのが難しいというよりは精神的な苦痛が大きいっておっしゃってましたね、だから皆さん本当もし曲げやるときは、あの 310S はまだやらない方がいいです、じゃあ SS400 からスタート、まず、はい、SS400 である程度経験積んだ後に、まあ、ある程度いったら 310S、まあね、先輩に許可もらってやった方がいいですね、はい、そうなんだ、うん、ちっちゃいやつから練習していった方がいい、頑張ろう、なんでやるんですか、もしやるときはね、そういう風にやっていった方がいいんじゃないかなっていう風に思いますね、そうですか、うん、でもだってそういう人たちの技術のおかげで私たちはこの普段の生活ができてるわけですよ、だから実際私たちがそれを目にするものって代表的なものなんだろう、気になるでしょう、私も気になったんですよ、うん、で今ちょうど目の前で加工してたんですよ、その500トンプレス機でもって、バーンってなんかすごいね
あの何回もこのプレスをすることで綺麗な曲線にしてる部材とかあるんですよ、うん、まあ、見事な円錐状にこうなってこう、ね、円錐状のこんな高長さでいったら3メーターぐらいあったかな、それをこうくっつけていくと立派な円錐状の三角形が出来上がる、出来上がる、え、これ何に使うんですかって言ったらね、いや分かんないですって言うんですよね、分かんない、ええ作ってらっしゃる方も分からない、これが不思議なもんで、ここがちょっと私は町工場の問題点なんじゃないかとすら思いましたけれども、この町工場で曲げの技術を持ってる人たちっていうのはものすごい力なんです、ものすごい技があるんですよ、うん、だけどこれはいろんなこうね、言ったら大きな発注元があって、はい、そこの人たちが大きな建物とか、はい、まあ、なんか分からない商業施設とか、うん、そういうものを作らなきゃいけない、でそこに必要な部材はこれこれこれだってことを設計士さんが考えるわけですね、はい、じゃあこういうのを用意してくださいって言ったら、それを受けてどっかの会社がじゃあこれを作らなくちゃいけない、分かりました、じゃあそれ作って持ってきますねっていうふうに言うわけです、うん、で今度はこれを町工場の人たちに持ってって、ごめん木山さん、これこういうの作ってって言われてんだけど作れるって言って、あ、いけますよって言って作るわけ、うん、間にいろんなものが挟まっちゃってるんですよ、だその挟まっていく途中で元がこれ何だったかって分かんなくなってくるんですよ、あ、そうなんだ、で曲げる人たちも忙しいからいちいち気にしてらんないんですよ、まあ、確かにな、そうだから自分があの本当に船を作ってんのか家を作ってんのか、なんロケット作ってんのか分かんないんですって、うん、でもそこがあの これこそそれこそ苦情をこう大きくするためには、うん、名を馳せるためには、実はこのこれを作ったこれはここに使われてますみたいなのがもっと分かると、うん、それいいんじゃないの、そうだと思う、私はそれをすごく感じたので、ね、あの木山さんという専務にはお伝えしておきました、あ、やっぱり、はい、それはこれは何を作ってるのか分からないっていうのは辛くないですかって言うんですけど、それは別に掃除そこじゃないと、うん、俺たちは注文を受けたものをちゃんとできませんと言わずにやって返す、うん、これが僕たちの仕事なんで、何が出来上がるかというよりは、その発注してくださった方がどういうものが欲しいか、うん、でそのそこに100点満点にどこまで近づけてるかっていうことが一番のポイントなんだっていうことをおっしゃる、うん、職人さんってすごいなと思いましたけどね、確かに私もこれ何の番組かわからないけどナレーション読んでくださいって言われたら、うん、多分その人に冷たく当たるだろうなって思いますもんね、確かに確かに確かに、これはどういうところでどういうシーンでどうするんですか、どうやってやるのって言ったら、結局は、ね、いやそれは分かんないですって言われちゃったら、うん、もう読みますけどってなるけど、まあまあなるな、そこはやっぱ職人さんだから気にしない、それよりももうこのコンマ数ミリとかミリ単位でちゃんとまっすぐ曲がってるか、うん、きちんと頼まれた通りに曲がってるのか、うん、90度91度、うん、92度というこの細かな数字できちんとできているのかというところがポイントなんだっていうんですね、うん、まあ、ある意味かっこいいなと思いますよね、いやそれは本当にスペシャリストだよ、そうなんですよ、本当に今までのその町工場の現状っていうのはいろいろ問題もある部分があるんです、だからそこからどういうふうにこの木山金属プレス工業所は変わっていこうとしてるのか、今若い社員の人どんどん増えてるんですよ、うん、あ、増えてきてるんだ、うん、でこれ一体どういうふうにやってるのかということはちょっとまた後ほどお伝えします、うん、昨日私は大阪の九条という町、ここは鉄の町なんですけれども、ここにある木山金属プレス工業所という会社にちょっとお邪魔していろいろ話を聞いてました、はい、これね、私最初この会社に行った時にね、はい、まあ、大きい看板があるんです、もう本当にもう昔の、そうですね、昭和40年代とか50年代ぐらいの町工場って感じなんですよ、で看板が出てて、そこにね、あのこう筆で書いたようなね、名所で縦書きの木山かっこ U 木山金属プレス工業所ですよ、有限会社ですよ、あ、そういうことね、有限会社木山金属プレス工業所、こう看板出てん、うん、でもう昔ながらの感じで結構背が高いね、この工場なんですけども、はい、でその上からね、うん、滑車みたいなのがぶら下がってて、はあ、でこう黒いね油でちょっとまみれたようなやつ でその先端にこうね鉄板をたくさん引っ掛けられるように、なんか周りで職人さんたちが「あ、俺もなんだわ」とかってやってるんですよ、ちょっとこう、ま、昔ながらのこう男っぽい感じというんですか、なんかいかにも町工場っていう雰囲気のところ でそこですいませんって声かけるじゃないですか、私たちもちょっとあの、はいはい、MBS ラジオのもんですけど、うん、なんて言ったら、うん、なんかこう白髪のちょっとね職人さんっていう感じの人が軽減そうな顔で「え?」みたいな、見かけない人だなみたいな顔でこう見るわけですよね、そうするとこっちもなんかちょっと「あ、なんか入ってはいけないところに入ってしまったのかな」とか勝手になんかね、そういうとこって聖域みたいなもんだから、ね、僕ね、入っちゃいけないんじゃないかみたいな、土俵に入っちゃったような感じがしちゃってはい、はい、なんかドキドキっとしたんですけど、おーみたいな感じになって、ええ、でしたらその横にある事務所
所からですね、うん、若い女性の方が出てきたんですよ。若い女性もいらっしゃる。若い女性、うん、髪の毛がね、はい、肩ぐらいかな、だったかな、肩よりちょっと長いぐらいの髪型で、で金髪みたいな髪の毛の色なんですけど、はいはいはい、中側が緑色みたいな色してるんですよね。髪の毛の内側今ちょっと流行ってるじゃん、内側だけ色染めるやつね、そうそう隠してね、そう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 、うん、今流行ってるらしい。で私も聞いた、ネイルしてて、お、うん、何色の、でこれがあのね、こなんつうのかな、抹茶の色をもう少しこうグリーン、あ淡くした、なんていうかな、柔らかいグリーン、なんていうかこうくすみカラーっていうんですか、ああ今くすみね、流行ってるから ね、そうそう、のグリーン系のちょっと長めのネイルなんですね。へー、うん、渋いね、ですよ、なんか、うんうん、でなんかちょっとメイクをちゃんと決まってて、でなんかあんまり町工場から出てくるような雰囲気の人じゃないんですよね。若いね、うん、なんかそのなんかこうちょっとキラキラっとした感じの、そうだ、ね、うん、ドキッとした、そう、その感じの人で出てきて、うん、はいみたいな感じで出てこられて、うん、あどうもありがとうございます、広報のものですみたいな感じで声かけてくださって、あらららと思って、あすいませんどうぞよろしくお願いしますなんて言ったら、今度はもうすぐ専務来ますんでって言って、その木山さんっていう専務さんが来られたんです、専務さんは専務さんでなんか、ね、首から眼鏡をこうぶら下げてね、何かじゃないですかね、年齢でいうとまだそんなにお年って感じじゃなかったですけどね、あと50代ぐらいかな、多分50前後ぐらいだと思いますけど、あどうも専務の木山ですなんて言ってくださって、ほんでなんかちょっとかっこいいんですよね、髪の毛もなんかちょっとうっすら白髪が混じってるぐらいの感じで、なんか立ち姿とかもちょっとかっこいいんですよね、なんか雰囲気が、素敵なんだ、そう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 、ダンディな、でいわゆるこの町工場から出てくる感じの人、なんか帽子を反対側にこうやってかぶって、でなんかちょっと下の方で手ちょっと腰からタオルぶら下げてて、でなんかね、膝のあたりは機械油で汚れてて、それをこう手をこうやって、はい、あ、ありがとうございますみたいな感じじゃないんですよ。あドラマでよくあるわ、そういうちょっとおしゃれな感じのお二人 で、でそのおしゃれな感じのお二人と一緒にその工場をちょっとね案内してもらったりとかしたんですけど、このね専務さんがすごくね、なんていうか未来志向の人で、さっき言った通りその町工場というところは、このね九条にある町工場の加工屋さんっていうのは本当すごい技術を持ってるんですよ。金属を曲げたり穴を開けたり、その切削したり磨いたり、もう本当に世界に誇る技術を持ってる、素晴らしい技術があるんだけれども、まあ、さっき言った通り何をやってる、自分が何作ってるかは教えてもらえてない状態でやってたりもするし、でその、まあ、多分教えられない部分もあると思うんですね、部分によってものによってはね、ひょっとするとね、まあ、多分いろんな事情があるんでしょうけど、まあ そうかね、はいはい、そういう意味ではこうやりがいというものをどこかで見つけなくちゃいけない、でそれから手に職をしっかりとつけて技術をしっかりと持ってる職人さんっていうのは、まあ、素晴らしい存在ですよね。でこれは昔はね、言ったら建築ラッシュだったりとか、本当に経済がすごく循環に動いていた時には、ね、すごいいい時にはたくさん発注があったんですよ、だからそれいちいちその発注元が何かとか気にしてる場合じゃなかった、まあそうだね、とにかく曲げる、はい、もう曲げて穴開けて、うん、切って繋いでみんなやんなきゃいけなかったんだけど、だんだんその発注元というのはね、うん、だんだんこうそんなに作らなくなってくると厳しくなってきて、まあ、減っていったり、あるいは海外にそれを頼むようになっちゃったり、あるいは自分のところでそれをやるようになっちゃったりとかして、本当に素晴らしい技術があるのにそこをうまく使えていない部分があったりもする。それから昔はそのね、言ったら注文がいっぱい来てたって言ってたじゃないですか、で昔からこの辺りのというか、まあ町工場ってそうなのかもしれませんけど、営業の人っていないんですって、あんまり営業自体がないってこと、営業する必要性がなかった、で向こうから注文がどんどん来るから、発注が来るからか、で向こうから発注がどんどん来て、でかつそのまあ言ったらこの曲げをお願いしたいんだけど誰に頼んでいいかわからないって言ってる大きい会社があるんですよね、でその大きい会社の人たちはそこにね、実はねブローカーの人がいて、この工場の周りにね、ブローカー何人かいらして、でその方がまあ言ったら紹介をすると、あこの加工だったらここの会社がうまいからそこに持ってったらいいですよっていうので、私がじゃあ持って行って加工してもらったやつを運搬してお宅まで届けますわというのを引き受けるという、まあ、中間業者みたいな人たちもいて、だから言ったらその分営業マンもいらないし、そうか、確かに全部その人たちがやってるからね、その人任せればいいわけだな、それでお仕事が成り立つ時代がずっと続いてたらしいんです、これまでは昔はね。
でもやっぱり今はなかなかそういう発注が来なくなってきちゃったりもしてる。ブローカーさんも減ってる。ブローカーの人たちも本当いなくなってるらしい。あ、もういなくなって成り立たないから、お仕事として。あ、そっか。で、町工場の人たちも技術はあるのにそれを後継者に伝えることもできない。発注がないからもう廃業しちゃおうかっていう人たちも出てきちゃう。いやいや、せっかく日本はね、技術大国だっていうか磨き上げた金属加工の技術っていうのがちょっとずつこう明かりが消えていこうとしているんじゃないかと、やっぱ木山さんはこう思うわけですよね。期間をね、覚えてる。ですからこの木山金属プレス工業所はですね、うん、若い人たちを採用をするために SNS というのにもすごく力を入れて、インスタグラム、ツイッターと、インスタやってらっしゃる、 YouTube、 金属、 YouTube も、はい、金属曲げ動画が見られます。へえ、はい、木山金属プレス工業所にの YouTube を調べると金属を曲げる動画が見られる。出てるんだ。そうなんですよ。いや、ちょっと見てみたい。面白いですよこれ本当に。あの、その500トンのプレス機が実際に動いてるところが見られますからね、うん、でこの SNS を運営している人こそが、先ほど私がこと細かに説明をしました、内側を緑色に塗った髪の毛で爪がちょっと抹茶色みたいな色をしたくすみカラーの女性ですよ。へえ、その彼女が作ってるわけ。小林さんという、小林さん、はい、広報さん、自分が食べたアイスクリームの写真とかも載せてます、はい、そういうのも載せて、あの食べた、あのうなぎのお寿司の写真とかも載せてるんですけど、それはツイッターの方、ツイッターの方に出てたり、インスタにも出てたりするんですけど、写真も出てますね。そう、なんかそう、若い人たちの力を使って、ほんでね、これでこういう技術がうちにはありますよっていうのを発信してるんですよ、SNS で。でそうすると、今まではブローカーの人たちがいて、その人がこう 技術あるところにって持ってきた仕事がね、いっぱい来てたんだけど、はいはい、そうじゃない形で、うん、ツイッターとかインスタの DM で、うん、これ加工してくれませんかっていう連絡が来たりするんです。 SNS 使ってみんな、 そこで情報を得て、だそういう、 こう曲げか金属加工の世界も今やSNS で発注が来る時代になってるんですよ。だから技術を持っているところは、ただ技術を持って悶々としていちゃダメなんですね。 それをこう発信していかなくちゃいけないという時代に入ってきてるわけです。うちはこんなのをやってますよ。そうなんですよ、見せていくってことか、中身、うん、でそういうことにやっぱり力を入れてるから、若い人たちもどん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 入ってきていて、でこの若い職人さんたちですよね、はい、で職人さんたちもちろんそういう金属加工の技術は身につけるんですけれども、それだけじゃなくてですね、ん、時々研修ってのやるんですって。研修、でこの研修っていうのが金属加工の研修ではなくて、うん、これね、あの会社を経営するマネジメントっていうんですか、マネジメントする、はい、マネジメントゲームって言って、そういうのをこう、まあ、なんていうかな、シミュレーションみたいなのしていくっていう研修があるんですって、はい、それは近所の工場の人たちとかとみんなと申し合わせて一緒にやって、で職人さんたちはただ金属を加工する技術ももちろんある、必要、ただそこにプラス企業とか会社とかどういうふうに動いてるのか、うん、仕事ってどういうふうにやってくるのか、うん、ということを勉強できるという時間を設けている。なるほど、うん、でお休みはきっちり取りましょう、はい、ね、そのね、疲れた体で毎日やっても良くないから、うん、そうすると腕も磨けないから、きちんとお休みを取りましょう、はい、でお休みの時には、まあ、一緒になんかお酒飲んだりとかすることもあるわけですよね、うん、そういうのもやってるっていう、そういうこう兄貴分みたいなね、専門がいらっしゃるんですよね。木山さんはそういう、嬉しいね、そういうね、そうそうそう、ね、でその小林さんはそのおっしゃるには、あのアメリカンな専務ですっておっしゃってましたね。アメリカン、うん、なんかイケイケな感じっておっしゃってましたね。でやっぱりもう今までみたいにその発注が来たものをただ作るだけというのではよくないので、今は自社生産で製品も作り始めてるらしいんです、うん、いろんなものを作ってて、なんか例えばなんですかね、キーボードを、パソコンのキーボードを置く台みたいなやつとか、あ、うん、いいですね、テーブルカウンターを作ってみたりとか、あとはお店の看板ですね。あ、看板嬉しいね、うん、これもちょっと曲げたやつでちょっとおしゃれに作るんですよ。へ、あとはね、キャンプ用品、あ、キャンプ用品も、うん、例えばどんな、最近ね、金属加工の工場がね、みんなね、キャンプ用品作り始めてるんですよ、自分たちで。例えばどんなのがあるのかな。例えばバーベキューをする時のバーベキュー台とか、あ、うん、そうか、焚き火をするのに、今昔はね、地べたでやってましたけど、そうすると土炒めるからってんで、はい、焚き火台っていうのがありますけどね、こう焚き火台を作ってみたりとか、だからそういうのね、いろんなところが出してるらしいんですけど、こちらのね、この木山金属プレス工業所も最近ですね、あのバーベキュー用の鉄板、鉄板ってあのあれで焼くとお肉が美味しく焼けるんですよね。そうね、分厚いからやっぱりね、そこはね、ちょっと端のところがね、少しだけ曲がってて、へ、うん、ちょっと
綺麗にこうちょっと浮き上がるようになって、こう包み込むようになっていて、でちゃんとそんなね金属のプロですから、その熱伝導のいいやつをちゃんと選ん でそれでこう美味しくお肉が焼けますよというこのバーベキュープレートをね今試作品で作ってて、もうすぐ売り出そうと今考えてるところらしいですよ。じゃあ今後それが出て、解体者は買えるような状況にもなるなってくるんじゃないかなとは思いますよね。だからそういう、こう若い力でいろんなね、新しいもの、金属加工業界を盛り上げていこうとしているのがこの木山金属プレス工業所で、そういう会社が今九条にはだんだんでき始めているという状態らしいですね。皆さんもぜひこれを覚えてください。九条というのは鉄の町、東大阪は精密機械、九条は大型機械、これを作っているんだということで覚えていただいたらいいんじゃないかなというふうに思いますね、はい。大型のこのもの、金属加工で精密にそれを作るというね、いうことができる人たちがいっぱいいるんだということを覚えておいていただきまして、はい、今日のプレゼントなんですが、何でしょうか。まだ商品化されていない先ほど言ったバーベキュープレート、わー、そしてこのプレートを持ち上げるためのプレートつかみ、あ、つかみね、はい、これは木山金属プレス工業所の方々がお作りになりました。これをですねちょっと先取りで一ついただいてきましたので、うわー嬉しい、はい、お一方にお送りいたします。はい、こちらまでぜひぜひご応募ください。宛先はメールとファックスで受け付けています。メールアドレスは金です、kin@mbs1179.com kin@mbs1179.com。 ファックス番号は大阪06-6809-9090、大阪06-6809-9090、いいんじゃないの係まで。メッセージだけでも募集しています。採用させていただいた方にはいいんじゃない特製の番組ステッカーをプレゼントいたします。さらにメッセージをいただいた方の中から抽選でお二人には番組ロゴ入り怒りの試作品タオルハンカチ、そしてお一人の方には番組の冒頭で紹介しました先週タオルのツバメタオルとのコラボグッズガーゼタオルをプレゼントいたします。プレゼントは今日いただきました すべてメッセージのすべての中から抽選をさせていただきます。希望じゃないよという方はプレゼントいらないと書いてください。当選者は番組のエンディングで発表いたします。番組の公式ツイッターもあります。ハッシュタグ福金、ハッシュタグ福金で検索をしてみてください。